さすがだな。輸送機という機動性のないものをモビルスーツにぶつけるとは。なぜ地球圏へ戻ってきたのです？君を笑いに来た。そういえば君の気が済むのだろ。好きでこうなったのではない。それはあなたにだってわかるはずだ。しかし同情が欲しいわけでもないのだろ。ならば勝君の期待にも応えるアムロレイであってほしい。それが私に言える最大の言葉だ。なぜ地球圏へ戻ってきたのだ。ララの魂は地球圏に漂っている。火星の向こうにはいないと思った。ララ、自分の殻の中に閉じこもっているのは地球連邦政府に、いやティターンズに手を貸すことになる。空に行けなければできない相談だ。カゴの中の鳥は干渉される道具でしかないと覚えておいてくれ。